マッシュ。さあ皆様、今日は重大なお知らせがあるんです。いえ、ボンシュールは10代じゃありません。30代です。そんなことはどうでもいいんですけど、重大なお知らせ、何かと言いますと、ボンシュールついに働き始めました。じゃじゃーん。はい、ね、いろんなことがありながら、働くのどうしようかな、どうしようかなって言いながら声かけていただいたところがね、また福祉の方だったということで、もうボンシュールの今の状況も全ても踏まえた上でもうサポートしていこうと思ってるから、一緒にしないかってやっぱり言ってくれたので、ボンシュールやらせてもらいます。ただその重大な発表ということは、やっぱりそんだけ働くことになったので、この YouTube の動画、最近ね、毎日投稿してましたけども、毎日投稿は多分できなくなると思います。おそらく2日に一遍の前の状態に戻るかなと思って、それを発表したいと思います。そしてですね、もう一個発表があります。この前、うまい棒のソードとうまい棒の盾をプレゼントしました。そしたら、そちらの方からもありがとうということで写真を送ってもらいました。その写真を見てもらいますね。こちらです。どうですかね、3人でこう並んでありがとうって書いてくれてるんですね。テンピュールって書いてる。まだ名前間違えてる。ボンシュールやから。テンピュールってボンシュールってなんかニュアンス似てるけども全然違う。みんな覚えてよ。ということで、本日は重大なお知らせ、そしてお礼をいただきましたということだけじゃないんです。はい、今日の企画に行きますね。いつも通り、はい、行きましょう。本日の企画なんですけども、ちょっとねサクッとできるものにしようと思いました。で、皆さん商品紹介してるじゃないですか。で、ボンシュール考えたんです。思わずなんかこう笑ってしまうというか、にこやかになってしまうような商品紹介でできないかなと思ったんです。それが一つ方法があったんです。では今回はこれを紹介しますね。コカ・コーラゼロを紹介します。はい、それじゃあ皆さん、ですね、今日紹介したいのはこちらです。こちらコカ・コーラゼロって言うんですって。知ってました？皆さんこの飲み物ね。ほら、中身が黒いの。こんな飲み物みんな見たことあります？すごい黒いのよ。こんな飲みたくないじゃない。絶対売れたよねこれ。なんだこれ、ちょっと開けてみようかこれ。だって黒いんだから。うわ、プシュって言ってる。おならみたい。これなんだこれ、ちょっと飲んでみるね。すっげー、口の中がピリピリシワシワする。何これ、こんなの初めてだけど、みんな知ってる？これで、甘い、これ甘いよ。カロリーゼロって言ってんのにこれむっちゃ甘い。絶対こんなんカロリーゼロじゃないって、おかしくない？すごい。甘いはカロリーゼロなのに、これ絶対売れるんじゃないかな。さあ皆さん、今日ご紹介したのはこちらのコカ・コーラゼロと言います。ものすごいね、甘くてね、シュワシュワしてるのにカロリーゼロだってね。え、みんなこんな商品知ってましたか？もし皆さん見かけたら買ってね。ボンシュール、はい、ということで皆さんお分かりいただけたでしょうか。はい、この商品説明は買ってもらうことが目的じゃないんですね。だからこう言ってる内容が頭に入ってこない。そうなんです、それでいいんです。何がしたいのか、なぜだかわからないけども、商品紹介しているボンシュールを見たらちょっとなんか楽しくならなかったですか？あった？ボンシュール見てないから分かんないけど、もしも
になったよっていう人は高評価よろしくお願いします。今日はそんな紹介でした。こっちが笑ってるとみんな笑顔になるのかな、そういう紹介をしてみようと思って新しいジャンルに取り組んでみました。バイバンシュー。今週ね。